はい、皆様、こんにちは。こんばんは、KK でございます。さあ、約3ヶ月ぶりの、色違い独統一ランクバトルをやっていきたいと思います。超久々。久々にこのパーティー見たわ。色違いのパーティーを。ってことで、ちょこっと変えてきました。伝説環境なんて、3ヶ月前はそっか、伝説環境じゃなかったんだね。無限ダイナ入れてまいりました。ってな感じでやってくんですが、相手も耐久わちゃわちゃやってくるんで、人妻でわちゃわちゃやるのが正解ですかね。まあ初手はパオかガチグマ絶対どちらか飛んでくるっていうのはね、見え見えなので、バナから入るわけにはいかないな。正直バナから入りたい欲はめちゃくちゃあるんですが、パオが来たらどうしようもないというね、感じになりますが、どっちにしようかな。パオ打ち重いか。毒牙から、いや、バナから入ります。で、ダイナーからの人妻でいきましょう。対戦よろしくお願いします。さあ、対戦自体もね、対戦実況自体も、何ヶ月ぶりだ、そんなレベルなんですが、楽しくやっていきましょう。鳳凰です。非常にまずいです。聖なる炎をぶち込んでくるよね。で、自信持ちだよね。聖なる炎をぶち込んでくるので、まあ一旦ダイナー行きましょうか。うちのね、いつものあれ型、メテオビーム型だったら粉砕できるんですが、今回は耐久型を使用します。さあ、かかっておいで、聖なる炎。はい、どうぞ。隠密マントなんで、やけどはしません。地震飛んでくると思うんですけど、まあ、コスモパワー一択ですね。積んでいきます。地震連打するか、それとも聖なる炎でやけど狙いに来るか、どちらか。瞑想積んできました。非常にまずいです。待って、これまずい。あー、瞑想、瞑想？ん？瞑想？別によくない？この子物理でしょ？別にいいよ。この子物理アタッカーだよね。鳳凰って特殊もいけんの？聖なる炎をぶち込んできたけど。一旦、うずっとこうか。うん。一旦うずっときま、S は勝ってるんで、一旦うずっといて、定数ダメ狙ってこう。多分厚底ブーツ履いてると思うから、食べ残しではない気がするんだよね。さあ、瞑想連打ですが、特殊型なわけないよな。鳳凰ってなんか、聖なる炎、ブレバ地震、あと一個って感じのイメージなんだけど。さて、ひたすら積んでいきましょうか。じゃあ、まあ、こちらの方が S 早いんで、ここで殴ってきてもトントンのダメージなんで大丈夫ということで、瞑想ひたすら積んできますが、何する気だ？もう早速 TOD やるの？初戦から久々のポケモン実況で、一発目、TOD かましますか？やりたくないんですけど、そんなバトル僕はやりとうない。なんで初戦からこんなことしなきゃいけねえんだよ。メテオビーム型なったらな。さあ、まあ瞑想ガンガン積まれますが、特殊技大していいの持ってないっしょ。知らんけど、あと2回だね。あと2回積んでからが本番。やっぱ毒欲しいな。
うちは毒毒が欲しい。さあコスモパワー、パワー、いやー。さあ瞑想もここで TOD かましたろかな。多分勝てるよ、ダメージレースやったら渦あるし勝てるんだよね。さあ最後、相手はもう全積みしてるかな。でこちらが最後のコスモパワー、行きましょう。でこっから相手が何してくるかなんですけど、物理だよね。皆さんに秘宝があります。これ TOD かまさないといけないかもしれないです。マジで言ってんの？これ自己再生持ってるよな、さすがに。あー、なるほど。秘宝 TOD 入ります。やばいなぁ。これやばいな、渦溶けちゃったぁ。渦当てなきゃ確実に負け。当てたらまだわからん。頼む。頼む、当てて。20分頑張ったんだから。オッケー、当てた。最低限な。で相手はブレバ打ってくるはずなんだよ。はい、これを耐える。まずで渦の反動ダメージと渦のダメージが入り、ダメージ的に相手の方がうぃー勝ったぜー。はい、では第2試合目始めていきたいと思います。2ヶ月ぶりのポケモン実況で、まさか初戦がね TOD という、とんでも展開になりましたが、気を取り直してバシバシやっていきましょう。さあ時間もないんでさっさと決めていきますよーと、ワンちゃんライオン久々やな。どうする、ライオンチャンネル、ライオンチャンネル、ライオンチャンネル、どうしようもないチャンネル、バーナードチャンネル、ダイナチャンネルからの、人妻チャンネル、人妻チャンネル、対戦よろしくお願いします。さあ初手からカイナ。初手カイナ微妙だな微妙だな。まあ一旦足棒で D 下げに行こうか。 S は勝ってるんで直帰じゃないな、このダメージ。さあ冷凍パン聞きたいこれギガドレ落ちねえよな。第一打ちます。さすがにズーン耐えてきたちょっと待てー、それは待てーだよ。直帰か、直帰であれ、まあええわ。ダイナで積むわ。凍ることはないんで冷パンされても問題なし。コスモパワー行きましょう。オラオラかかってこいよ。ひたすら積んでやれよ。テラス切る必要もねえわ。切ったら電気でぶち殺されるわ切ったら電気技でぶち殺されるんで、ここはもう切ることができないという状況になってます。ひたすら積んでいきましょう。相手はおそらく氷を狙ってるんでしょうが、
うちのダイナちゃんは隠密マンティを持ってるんで凍ることはありません。ひたすら積んでいきましょう。三積みまで行きましたよ。急所に当たらない限り大丈夫。さすがにそろそろ回復チャンネルしましょうか。まだ諦めない。いいよ、六積みしてから絶望を味わわせてあげるよ。さあレッドパンチ、効かない効かない。あと3回積みましょう。コールがあっても9、ほんと急所だけ気をつけたらいいんだけなんで、ほんと急所が一番やってられないので、急所だけ気をつけよう。ここ積みましょう。ここで引っ込めか。なるほどね、なるへそ。オンバーン、なんか挑発やらトリックやらしてくる可能性あるね。ってことなんで、ここはね、ダイマックス砲にしときます。テラス？テラス？鋼がね。え、何する気？え、怖いんだけど。すり替えだよね。はいはい、どうぞご自由に。すり替えは見えてました。こだわりメガネになっちゃった。メガネダイマックス砲。えげちいけどダメージそんなだな。角に持ってけねえか。引っ込め。マジか。カイナ捨ててきましたか。なるほど。カイナ捨てからの、あれだよね。来るよね、ライオンチャンネル。ライオンチャンネルが非常にまずい。こいつが非常にまずい。オンバーン？なんで買いなせてオンバーンをもう一回出してきたんだ？僕には理解ができません。暴風。効きませんよ、そんなの。追加効果も引きませんよ。あ、引くわ。追加効果は引きます。はい、すいません忘れてました。メガネです。今はメガネダイマックス。そうです、流星群痛い。でも耐える。OKOK。 素晴らしい、ちゃんと積んだ回がありましたね。で、2体突破したんですけど、これ勝てるかね。相手積んでくる可能性あるもんな。どうしようかな。押し切るか。もう照らしたるはないんだよ。そう、照らしたるはない。鋼エスパー、渦打ちてえな。瞑想積んできたらちょっとまずいんだよね。いいダメージだ。フォトンゲーザー撃ってきた。オッケーオッケー。オッケーじゃないけどな。オッケーではないけどな。まだテラスは切ってない。ここ耐えるか。フォトンゲーザー、いやー、これ弱北西よな。これ毒毒売ってる暇ねえんだよね。だから炎の鞭打つしかないんだけど、弱歩だよな。絶対弱歩だよね。打ちたくねえんだわ正直。どうせ上から殴れるのは確定なんで、打ちたくねえんだわ本当は。じゃあ、こうやめてよ。あー、まあそうだよな。でも、毒毒じゃ勝てないんだよね。あれ？あれれ？フォトンゲーザーでよかったのに、受信打っちゃったね。あら、地震打っちゃった。
ったね君。あらら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 。あらら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 。炎のうち。ペチペチ。ペチペチ。あらららららら。地震はダメね。ダメだよ。ペチペチ。ペチペチ。やったぜ。対戦、ありがとうございました。